LDR フォトレジスタとは入射する光の強度が増加すると電気抵抗が低下する電子部品である。光依存性抵抗や光導電体、フォトセルとも呼ばれる。フォトレジスタは高抵抗の半導体でできている。十分に周波数の高い光が素子に入ると半導体に吸収された光子のエネルギーにより束縛電子が電動体に飛び込む。 結果として生じる自由電子によって電流が流れ、電気抵抗が低くなる。光電素子には、内因性、外因性のどちらもある。内因性の素子では、値電子体にだけ存在する電子がバンドギャップを超えなければならず、その冷気に相当する以上のエネルギーを持つ光子が必要になる。外因性の素子には電動体に近い、規定状態エネルギーを持つ。 不純物が加えられているので電子が遠くまで飛ばなくてもよく、エネルギーの低い光子でも十分に機能する。半導体に新生半導体を用いるイントリンシック型と N 型や P 型半導体を用いるエキシトリンシック型がある。エキシトリンシック型はエネルギーギャップよりも小さいエネルギーの光で電子を冷気できるので、より長い波長領域に感度があるという特徴がある。 硫化カ,カドミウムセルは当たる光の量に従って抵抗値が変化する CDS の性質を利用している。セルに当たる光が多ければ抵抗値は低くなる。シンプルな CDS セルでも受光部が明るい時に約600オーム、暗い時に1から 2M オメガと抵抗値の変化幅が広い。さらに赤外線や可視光線や紫外線など 広範囲の波長の光に反応する。街灯を自動的にオンオフさせるスイッチとしてよく使われている。熱追尾ミサイルで目標を探知するのに使われたこともある。低価格で入手も容易であることから、販売店頭においてもフォトレジスタという名称より CDS セルあるいは単に CDS という呼び名が一般化している。カドミウムは ROHS 指令の規制対象元素のため、2006年7月以降、欧州連合に出荷する電気電子製品に使用できなくなっている。CDS セルは、いわゆる容量性や誘導性を持たない順抵抗で、周波数による特性変化がない、無極性である、耐電圧が比較的高い、電流電圧特性が比例的である、等の性質がある。このため、 利用が簡便であるという特徴は他の光センサ類にはないものであり、簡単な代替は現在のところない。各種のフォトレジスタ。右端のものは常夜灯の一部で暗くなった時に明かりを点灯させるのにフォトレジスタが使われている。フォトレジスタにはいろいろなタイプがある。カメラの露出系、時計付きラジオ、セキュリティ警報器や街灯などの身近な製品では安価な CDS セルが使われていた。コンプレッサー等のエフェクターやアナログシンセサイザーにおいて LED と組み合わせてアナログフォトカプラとして使われている。一方で赤外線天文学や赤外文工法では遠赤外線の検出に適している GE-CU 行動電体が使われている。センシング工学、新見智秀コロナ社、1992年。 秋月電子通称 CDS2015 年12月22日閲覧戦国伝承 CDS2015 年12月22日閲覧協エ L ショップ光センサ2015年12月22日閲覧戦国電商ありがとうございます